オスロ合意は1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構の間で同意された一連の協定。正式には暫定自治政府原則の宣言と呼称する。主に以下の2点が合意内容とされている。イスラエルを国家として PLO をパレスチナの自治政府として相互に承認する。イスラエルが占領した地域から暫定的に撤退し5年にわたって 自治政府による自治を認める。その5年の間に今後の詳細を協議する。オスロ合意及び後の協定で明文化されたイスラエルとアラブ国家の関係正常化の期待は未だ解決されていない。2006年7月のイスラエルによるガザ地区、レバノンへの侵攻により事実上崩壊したとアラブ連盟ではみなされている。対話から合意に至るまでの間。 両者との関係が良好なノルウェー政府がこの成立に尽力した。ホルスト外相ら政府関係者による交渉はオスロあるいはその周辺で行われ、1993年8月20日の合意に至るまで内密に行われていた。ありがとうございます。